はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。11時40分です。2月は26日のですね、月曜日ですね。今日はマーケット開いています。全場引けました。日経平均はですね、プラス211円で引けましたね。 39,309 と。まあ今週もしかしたらですね、4万円台がありえますね、これはい。で、上海はですね、上海総合マイナス12ですね。香港ハンセンはですね、マイナス86と。まあちょっとだけ盛り返しましたかね。はい。で、ですね、ドルウォンはですね、1331。このあたりでうにゃうにゃですね。はい。で、ですね、そのウォンの国の北の話ですね。こんな記事が載ってまして、ヤフーです。ヤフーのオリジナルですね。性能悪すぎて衝撃的、ロシア、北朝鮮製ミサイルをキャンセルかということでですね。ちょっと本文いきますと、米政府のラジオフリーアジア RFA は25日、ロシアがウクライナに対して使用している北朝鮮製ミサイルは衝撃的なほど性能が劣悪であるとする韓国の軍事専門家イル自主国防ネットワーク事務局長のインタビューを掲載した。すでに北朝鮮がロシアに提供した砲弾の性能の劣悪だったことが知られているが、より高価な兵器である弾道ミサイルの低性能さまで浮かび上がった形だ。ロシア当局はウクライナが自国に向け発射したミサイルの残骸を分析し、北朝鮮製の短距離弾道ミサイル火星11なKN23 が使用されたと断定している。同ミサイルはロシア製イスカンデルの北朝鮮版として知られ、変則軌道を飛行することから迎撃が困難である可能性が指摘されていた。変則軌道、弾道ちゃうの？でも弾道で書いてありますね。弾道でもこうやって飛ぶんですかね。イ事務局長は米国安全保障会議 NSC の資料を引用し、同ミサイルは昨年12月29日、サポリージャ方面に対して初めて発射されたが撃墜され、1月2日と2月5日に東部の大都市ハルキウ、2月15日に首都キーウにそれぞれ1発が発射され、地面に着弾したことが確認されていると述べた。まあ地面ね、周りに人がいなければよかったですね。同氏はまず1月2日火星11なはハルキウ市内に向けて発射されましたが、目標物と推定されていた工場建物の代わりにアパートとアパートの間の広い空き地に落ちました。よかったや2月5日にハルキウ市内に発射された火星11なは、市内ではなく市内から5キロ以上離れた郊外農村の廃墟の建物に落ちたという。共に被害なしですね、よかったや。で他にもですね、北部の山林地帯に落ちて巨大なクレーターを作ったとか。爆発だけはするんですね、じゃあね。不発ではないということですね。弾着が確認された3発のうち2発がキロ単位の誤差が出たということは、事実上目の見えないミサイルだという話ですが、これが最悪の命中率を嘲笑された、旧ソ連の初期型スカッドミサイルにも劣る水準。まあね、こうで原因はですね、その姿勢制御システムの劣悪さや目標への軌道を維持する電子光学減点照準システムの欠如、またはウクライナ軍のジャミング電波妨害の可能性を挙げた。同氏はさらに、ロシアが最近イランから輸入を決めたとされる弾道ミサイル400発は今月10ヶ月近くにわたって今後10ヶ月近くにわたって使用できる量があり、これは北朝鮮からのミサイル調達がキャンセルされた可能性を示唆していると指摘。キャンセルされた。まあ北朝鮮のミサイル撃ってもらってる方はですね、ウクライナは楽でしょうね。
下手したら自分陣地に落ちてるかもしれませんしね。キム・ジョンウン氏は最近ミサイルの生産工場などを繰り返し視察している。ロシアからの発注に気をよくし、増産に向け発砲をかけていたのかもしれない。しかしその目論みが挫折したとなれば、担当幹部の責任問題にまで。そう、誰かがね、あれですよ、責任取らなあかんですね。まあだからですね、こう砲弾はね、大砲の中で爆発してですね、周りの兵士を傷つけたりしますし、ミサイルはあらぬところに飛んでいくと。あかんやん、ポンコツやん、北朝鮮みんな。ほんまに。まあある意味ですね、これは我々にとっては喜ばしいことであって、北朝鮮のですね、あれ、ミサイルがもし日本にの何かの目標に向けて発射されても、その目標には当たらないということですね。まあそう、当たらないからですね、僕らが住んでる住宅地に飛んできても困りますからね。まあですね、前から言ってます通りですね、まあそんなにね恐れることはないんですけど、で彼らが日本にですねミサイルを打ちかける理由ってないわけですよ。ないですね。どう探したところでないわけでして、まあ、彼らが韓国に向かってね、ミサイルを撃つ可能性はありますけど、韓国の人ってね、自分ら同族やからね、核ミサイルは撃たれへんと、なんか妙な思い込みがあるんですよ。なわからへんで、ほんま、ソウルを日の海にするとか言うてたよね、昔は。ソウル日の海になったらどうすんの、ほんまに。核爆弾を持ってるということはもう確かにですね、前から言ってます通り。だからその移動手段がですね、ミサイルであれば一番素晴らしい最新の移動手段なんですけど、広島型みたいに飛行機に積んで落とすという手もあるんですけど、巨大な飛行機が必要で、北朝鮮にそんな飛行機があるって聞いたことないですね。だからなんか潜水艦発射型ミサイルとかでやってますけど、あれものすごく技術いりますから、あんな無理やと思いますよ、北朝鮮には。まあつまりだから言うてみれば張り子の虎ですね、北朝鮮軍というのは。航空戦力はなきに等しいしですね、艦船はちっちゃい艦船がどうどうってあるぐらいでですね、多分潜水艦っていうのはですね、第二次世界大戦の U ボートぐらいの性能しかないんちゃうかなと思います。すぐに探知できると思いますね。だから別に陸上戦力以外はですね、何ビビることはないし。でまあ、ロシアから燃料はもうたんでしょうけどもですね、戦車とかで言ったら大量にガソリン食いますからね。燃費 0.5 キロとかなんかそんなんですからね。ほんまに。だからですね、あれですよ、陸上もね、多分そんなに恐れることはないんですよ。要は舐めちきっていてもそれほどですね、大丈夫かなという気はしますね。でね、韓国軍も実はですね、だれきってるんですよね。いや厳しく訓練をしてるっていう建前にはなってるんですけど、まあ人たちってね、基本ねサボれるところはサボるっていう連中なんですよ。中国人も韓国人も。だからまあ結構戦争しない事態がですね、もう70年以上続いてるわけでしてですね、ちょっとだれてるっていう感じがしますね。まあだから朝鮮半島で何か起こるというのはですね、リアルに考えるとですね、ありえないんで、全面的な戦争が起こるってありえないですね。まあ部分的なねことはやるでしょうけどね、その危険性が高まってるなんて言われましたけど、まあ持ってる兵器がねここまでポンコツということはですね、まあ何かやるにしてもですね、そんな大したことはできないんちゃうかなと。ただキム・ジョンウン君はね、自分たちの軍隊がポンコツということをですね、自覚していないかもしれませんね。だからロシアで使ったですね、ウクライナで使ったミサイルがですね、全然性能を満たさへんやんというのをやったことに気づいた時はですね、怒り狂うでしょうね。責任者全員、ですね、まあ一番マシなあれでですね、政治犯収容所ですね、もうあかん人たちはですね、もうプチンですね、プチーンってやられてしまいますね。そういう国でございます。はい、ですね、このですね、江英樹さんという方ですね、がお書きになっているこの記事でございます。ヤフーにしか出ていませんので、例のデイリー NK ジャパン編集長ジャーナリストという肩書きでございまして、性能悪すぎて衝撃的ロシア、北朝鮮製ミサイルをキャンセルかというの写真も載っています。なんかですね、落ちたところの人がですね、分解ばらしてるですね、北朝鮮製とミサイルの残骸というですね、
ロイターのですね、写真が載ってまして、まあなんかいかにも性能悪そうな感じがしますね。はい、このアドレスを一応貼っておきますので、興味ある方は行ってみてください。皆さんどうもありがとうございました。